こんばんは。こんばんはです。ハイライトしていきます。そう、ベレー帽です。なんか手が届くところにあったので、ベレー帽つけました。ベレー帽いじった。10%って言われちゃった。10%って言われてしまったので、刺したいと思います。そう、本日はブブカさんの発売日テロップにしますね。BBUKA、 あ、違った BBKB、 あ、間違えた。 BU、 BUBKA。 違う、なんかいつもコピ、なんか私は英語が弱いのでコピペするんですよね。だからちょっとね、ふぶかさん発売よろしくお願いします。今日のメイク濃い。今日は適当メイクです。2ページ目が特に好き。でもね、まだ見れてないんですよ。そう まだ見れてなくて、なんか大体事務所に行ったらもらえるんだけど、全然最近は事務所に行ってないし、あと広島も発売日はまだなので、そう、大体ね、1年じゃない 1年は違います。1年は違うんですけど、1日2日ぐらい発売日がね、ずれるんですよね。そう、皆さんね、絶対にチェックしてください。あとはですね、ぜひアンケートもよろしくお願いします。アンケートはとても大切だと思うので、わかんないけど よかったらよろしくお願いします。そう、アンケートって大切って聞くよね。わかんないけど。なので皆さん、何卒今なんかすごい、なんかお城が立ってるよみたいないっぱい来て、コメントが。で、みんな何やってんのって思ってたの みんな何やってんのって思ってたら、すごい、お城だこれは。みんなごめんね、お城だこれは。すごい、ゆさなこさん、ありがとうございます。すごい。これはタワーですか？すごい。もう、ショールームさん最近
すごい本気を出してきてるよね。すごい、ありがとうございます。お城ね、お城なのにタワーってすごいなんか矛盾がすごいよね。なんかホワイトボードがさ、ちょっと前に書いたのから消してなかったけんさ、もう消すのに力ずくって感じ。力ずくで消してる今。とりゃよし、じゃあお城、私のね、絵心をねやっていきたいと思います。でもお城って意外といい感じかも。あ、かけた、いけました。ゆさなこさん、今日は9月30日。うん、明日から10月。明日から10月か。じゃん、やさなこさん、お城タワーありがとうございます。へい、うまーい。うん、上出来、ありがとうございます。さなこさん、パチ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 、ありがとうございます。イエイ、うん、ありがとうございます。超うまいなね。明日から10月、 10% になりますね。でもそんな変わんないよね、なんか 8% も 10% も一緒や。1万円の買い物で200円。だって1万円の買い物で200円余分になくなってしまうなら2日ぐらいアイスを我慢すればいいじゃんって思いますね。なので私はアイスを我慢しようと思います。そう、そんぐらいでしょ。そう、これから秋になるので夏よりはアイスを食べる頻度は減ると思います。今日何か買った？今日はうーん、何も買ってないか。あ、でも朝昼マックしたから、朝昼兼用マックをしたのでそれを買いました。うん、それ以外は買ってない。
そう。そう、これは私の T シャツ髪の毛がすごい固め、私の T シャツを着ています。最高の T シャツ。そう、帰ってきました今日。そして明日旅立つ謎帰宅です。とてつもなく謎の帰宅だ、うん、ユミリは残ってる？そう、もう残るって言って残ったらしい私も残れればよかったですね。そう、アボカド食べに帰りました。今日今日はアボカドと水餃子の鍋なんか今日夜ご飯水餃子だよって言われて、水餃子かって思ってたら、見たら自分の想像してた水餃子と全く違うな、もう鍋が出あって、すごい鍋がすごい鍋でしたね。美味しかった。あ、アボカドは別。アボカドは鍋じゃない。美味しかった。今季初おうち鍋かも。もつ鍋したからふーちゃんと。鍋ってマジで美味しい。鍋って最高。鍋最高。私すごいマニアックなモノマネになるんですけど、スタジオっていう STU の5つあるユニットの中の1つにスタジオという名前のユニットがあるんですけど、そこに、そう、峰吉ありさちゃんっていう女の子がいまして、その子が HKT さんの最高歌謡の最高歌謡って叫ぶところがあるんですけど、そこのモノマネをしたいと思います。カラオケで流してやりたい。本格的になる。イヤホンカモン取ってきます。イヤホンよっこいしょ。本当に上手なの。なんかこの前、昨日かカノンじゃないや、門脇に聞いてもらったんですけど、そう、うまって言った。そう、充電中 10% しかなかったので、これが終わったらまたすぐ充電つけます。
めっちゃ久エピソード。大きい？あーよっしゃ行くぞ。ちょっと待って、久々すぎてさ、どのぐらいのどのぐらいでやればいいのかわかんない。あ、モノマネは結構遅い、後ろらへんです。え、違う、まだアリちゃんじゃないです。まだ前置きめっちゃ長い。いい感じ。こんぐらい。ここはお、いい感じ。これさ、ワンハーフに投げてるからさ、めっちゃ長く感じる。そう、まだなの。今やっぱカラオケでやらなければよかったって思った。超絶大リュウ。そう、結構最後の方なの。分かる人は分かるよね。ただアリちゃんの言うところです。瀬原里奈さんが言うところなんですけど、そう、こんなにカメラほどの上手さでもないんですよね。でも、この人は何だろう。そう、その部分伸ばしそう。そう、この口してその部分伸ばしそう。あ、そろそろかも。あ、最高かよ。どうですか。どうですか皆さん、あのこれさ、巻き戻しとかできるの。これさ、巻き戻しとかできるの。そう、それだけ。あーあー、本当にやらなければよかった。もう終わろう。これだけです。以上でした。あーもう。待って、もう、待って、もっと上手いの、いつもは。時間返して。本当に誠に申し訳ありませんでした。またちょっと2ヶ月ぐらい練習してやり返します。やり返す、やります。できるモノマネはあるの。できるも、なんかその言い方ちょっとバカにしてる。できるモノマネはありますよ。でもいつもモノマネをするとなんかよくやれたなみたいななるので、やりません。半年に1回ぐらいやります。待って、ちょっとさ、もう一回やりたい。ちょっと歌なしでちょっと聞いてください。なんかさっきのはすごいなんかためにためたから、その分なんかやりにくなかった。
ほら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 、どうですか、ほら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 似てるでしょ、え、わかる、ほらえ、すごいなんか、すごいなんか推しに弱い人が似てるって言ってる感があるはい、以上です。もうこのコーナーは終わりはい、次のコーナーに行きたいと思います次のコーナー何する、次のコーナー皆さんあ、うん、さっきのわかるでしょ、そうなんです、 YDK コーナー制やった、そう、うん、ああ配信やり直した、うん、でも最近ジョーもモノマネされる立場になってきてって言っても一人なんですけど、そう、矢野ほのかさん、矢野ほのかさんにすごいモノマネをされるんですよ。そう、そう、なんか話題の人ね話題の人、矢野ほのかさん、うん、なんかほのたん、なんかチョウがなんか仲良しなメイクさんに、今日は今日はメイク薄くしたんですけどどうですかってすごい言って、でもなんかあんまり違いが分かんないみたいな言った時に、なんかすごいなんでってなやるんですよ。待って、このそう今日ダメかもしれない、なんかそう、なんでってやったり、なんかすごい超なんかうんみたいなのを言う癖があるんですよ。それをめっちゃモノマネされるんですよ。ダメだね、なんか自分でやったら今日だけみたいな、あ、確かにそうですねあとなんか私は意外と、意外じゃないかもしれないんですけど、そう、口がちょっとね悪いんですよ。悪いというかちょっと毒舌なんですよ。あ、みんな知ってる？あ、知ってたあ、知ってましたか。そう、ちょっと毒舌なんですけど、それも真似される。あ、そう、よし、じゃあ、ツンルテル、はあ、なんか何話したらいいのか分かんなくなってきた。何話しますか？はあ、何話しますか？うん、イノフェス、そうですね、昨日はイノフェスというフェスに出させていただきました。
そう、メールでもね、イノフェスのことをいろいろ送ったんですけど、そう、なんか衣装みんな見ましたか？すごい、衣装が本当にすごくて、なんか私は峯岸みなみさんの着させていただいたんですけど、すごい、あのキンキラキン、白と金だったんですなんか本当になんか AKB48 って感じ、もアイドルって感じの、そう、衣装って感じの衣装で、本当にめちゃめちゃ嬉しくて、なんかそう、あれを着て移動、バスの中で移動してる時に、なんかふと、あのなんか板野友美さんを思い出して、私はおしめになったんですよ。だから本当になんか嬉しい気持ちになって、なんか本当に嬉しい気持ちになって、そう、もっと頑張ろうって思いました。そう、なんか STA の衣装も可愛いんだけど、なんか水色とか赤、青、白とか、なんか瀬戸内っぽい衣装が多くて、それも可愛いんだけど、なんかザ・アイドルって感じの衣装がないので、なんかもっと、もう瀬戸内っぽい衣装はいっぱいあるから、たまにはちょっとアイドルっぽい衣装もあったらいいなって思いますね。なんかフェス向きな衣装とかライブ向きな衣装とか、そういうのもできたらいいですよね、うん、そう、瀬戸内っぽくてなんか清楚な感じもすごい好きなんですけどって思いました。でもね、昨日ね、ブーツだったんですけど、もう1曲目フライングゲットが1曲目だったんですけど、1曲目でブーツの底がパカン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 ってなっちゃって、もうびっくり、もう歩いてたりするときは全然普通だったのに、踊り始めた瞬間にパカパカなっちゃって、本当にもうこれはやばいと思って、しかもフライングゲットとポニーテールとシュシュだったんですよ。すごい、結構踊るやつですごいパカパカなっちゃって、これはやばいぞってなりましたそう、本当にね、そう、アクシデント中でした。でもその後の MC で衣装さんがあのパカパカなっていうのに気づいてくださってて、その時に帰れたからよかったんだけど、そう、何回かこけそうになって、ほわってなりました。そう、なんか昨日は自己紹介をほとんどのメンバーさんがやっていらっしゃって、あのキャッチフレーズ、今日はずっとミルレンさんのキャッチフレーズと、あの吉田あかりさんのキャッチフレーズがなんだか好きで、すごいめちゃめちゃ可愛くて、そう、なのでめちゃめちゃ嬉しかったのと、あと柏木ゆきりんさんのキャッチフレーズが生で聞けたのが、本当にまさか聞けると思ってなかったからめっちゃ嬉しかったですびっくりした、めっちゃ嬉しかった本当に、
嬉しかったです。とてもなんかすごい伝説を見たって感じがしました。なんかユミリンのもめっちゃいろんなメンバーさんがびっくりしていらっしゃって、でも私はあのユミリンのキャッチフレーズを今までもう何百回も見てきたので、なんかほーん、あ、いつものあれねって思ったんですけど、でも確かに確かに考えてみるとユミリンのキャッチフレーズはすごいすごい、なんか一回でビビビってすごい覚えやすいから、とても素敵だなと思います。どうですか、私のキャッチフレーズは。いい感じに平均的そう。でもなんか最初あの家って入れてなかったんですよ、最初キャッチフレーズに。最初家ってキャッチフレーズに入れてなくて、で途中からなんとなく入れたんだけど、なんか最初の方は入れ始めた頃はなんか全然家が浸透しなくて、家は自己紹介の一番最後に言うから、家がを言う前にジョーちゃんって言ってくださったりして、そうか、あの聞こえなくなっちゃう時とかもあったんですよ。だからそう考えると今あの皆さんが一緒に言ってくださるまでに家が成長したのが本当にエモいエモい。めっちゃ、いつから家入れたの？瀬戸内七軒ツアーでも言うて最初の方なんだけど、でも七軒ツアーだから半年ぐらいは経ってたかも、わかんない、ちょっと忘れちゃった。半年は経ってないかも、4ヶ月、3ヶ月ぐらい経って入れた。でその家にも歴史があって、すごい家を最初は自分だけで言ってたんだけど、ちょこちょこ家を言ってくださるファンの方が増えてきて、で中には家を一緒に言うの賛成派と千穂ちゃんの家を聞きたい派の人がいて、そう最初はすごいなんか家を言ってる人少しと家を言わない人少しって感じで分かれてたんですよ。そうそう、でもなんかそれを知って千代がショールームでどっちでもいいやってどっちでもいいやって言ったら、そうどっちでもよくなった、みんながだから言いたい方は言ってるし、言わない方は言ってないって感じだけど、でもなんかうん、一緒に言ってくださる方が最近は多い気がします。うん、でも嬉しいです、めっちゃ。なんか昨日いっぱいあのなんか本当にキャッチフレーズ知られてないかなって思ったし、なんか AKB さんのフェスだからすごいなんか初めてだし、めっちゃ緊張してたんですよ本当にでもめっちゃ大きい声で皆さん家ってやってくださって、もうびっくりしたし本当に。
てかあのうちわをめっちゃ持ってくださってる方がいらっしゃって本当にびっくりしたの。もうめっちゃめっちゃ嬉しくて、うちわいっぱいあって本当に嬉しかった。めっちゃ嬉しかった本当に、なんか泣きそうになった本当に。うん、泣いてないんだけどでもすごい嬉しかったです。本当に嬉しかった。なんかやっぱりステージからうちわとかっていっぱい見えるし、もうめっちゃメールでも送ったんですけど、めっちゃ本当に勇気づけられるというか本当に嬉しかった。うちわってすごく嬉しい。本当にありがとうございます。嬉しいしたとてもとても楽しかったです。最高かよですね入れ込んでくる、うん、これ今度アリちゃんに直接見てもらって判断してもらおう、うん、でも本当に嬉しかったの昨日は。本当に本当に嬉しかったし、すごいなんか立ち位置もうすごいなんか3列目の端っこばかりだったんですけど、でもなんか AKB48 さんとして出させていただけるっていうことが本当にありがたいし本当に嬉しいし、なのですごい私は STU でもすごくすごく3列目の端っこの主でしたので主でしたので、はい、これからまた AKB48 さんの選抜に選んでもらえるように頑張りたいし、少しずつでも前の方に行けるように頑張りたいなと思いました。なので皆さん見守っていてくださったら嬉しいです、うん、昨日は本当に本当に本当にとても楽しかったそう、最高に楽しかったです。すごいなんかもうすぐ10月っていうのにめっちゃ暑くて、本当にそうなんかあんまり踊んない曲、最初に恋チューンを公開リハーサルみたいな一回やらせていただいて、恋チューンってそんな言うほどもうバキバキに踊るほどでバキバキに踊るほどのあれじゃないじゃないですか。すごいみんなで踊りやすい振りなのにもうダメだ今日はもうすごく舌足らずなのにめっちゃ暑くて、私全然汗かかない方なんですけど汗かきましたね。でも MC の時にナナさんが隣で全然汗かいてないねって言われましたでも自分的にはいっぱい汗かいた。汗初めて見たそれは持ってるやろでもそのぐらいあんまりかかない方
そう。でもなんかすごい楽しかったです。めちゃめちゃ本当に楽しかった。夜のフェスって本当に最高、最高だし、なんか AKB48 さんの衣装が着れるのが本当に嬉しいし、すごいワクワクした。なんというか、なんか本当にめっちゃ私は語彙力がないですね、今日はいつにも増して。もう本当に昨日はすごい初めての AKB さんとしてのフェス、皆さんの前でフェスのすごいドキドキと、私レッスンに全然参加できてなかったので、いやもうハラハラしてたんですよ。そのハラハラと衣装着れたワクワクと、最高かよって感じのドキドキと、本当にいろんな気持ちになってて、緊張はなかった。そう、なんか最初ステージに登る前はめっちゃ緊張してたんですけど、やっぱり踊り始めたらめっちゃ楽しかった。本当にめっちゃワクワクしたし、めっちゃ最高でした。なんかまた何 AKB さんの選抜に選んでもらえるように頑張るぞってすごく思いました。すごいなんか昨日はめっちゃアイドルって感じがして、自分のアイドルになりたいと思った理由、何アイドルになりたいって思った、私は AKB さんが好きでアイドルになりたいと思ったので、 AKB さんとして死んでられていることが何胸圧、あれ胸圧って読むっけ、なんかすごいなんか胸圧みたいな胸圧、それ胸圧って読むよね。あ、胸圧？うん？そう。あ、正解。そう、胸圧って感じでした。胸圧って感じでした。めっちゃ。そう。あつ森、そうあつ森って感じだった。めっちゃ嬉しかったです。本当に最高かよですねちょっとハマりました。いっぱいやった方が上手になる気がする、モノマネは。似せる気あるよ、似てるやん似てます、似てますよ。誰のモノマネ、これはアリちゃんです。そう、楽しかった。以上、昨日のお話でした。イエイ。ブブカのお話は、うん、
そうですねそう、こちらにも書いてある通り、なんか声がガラガラになってきたあ、はい、こちらにも書いてある通り、ブブカさんが発売されました。ポン、発売されまして、なんと石田も載させていただいております。そしてなんとポスターがついてきます。なんか、実物はまだ見れてないんですけど、あの今日はポスターは黒い衣装、黒いワンピースのやつだと思ってて、なんかそうだと思ってて、だと思ってたからびっくりした。なんか茶色い服の外で撮ってるやつをしていただいたんですけど、ポスターに。そう、ウケる、買った途端子供にくしゃくしゃにされたので明日また買いますそうですね、石田を何人も連れて行ってください、皆さんのお家に私はまだ0人なので1人いるけど、ここに。そう、よろしくお願いします。3人おります。お、スリン、折り目を上手に消していく。え、そんなんできるの？でも折り目消したい、一応も。うん。買い占めていいの？うん。皆さんアンケートもよろしくお願いします。霧吹きかけてアイロンかける。そんなんあるんや。あ！ST48 のセミナーの時に本当にかわい、お、本当に、優しくて可愛くて推しメンになりました。やったー、名前ゆいざか46さんやけどありがとうございます。イエイ、本当に楽しかった。なんかあのセミナー本当に楽しかった。なんか可愛い子がめっちゃいて、本当に、うん、めっちゃ可愛かったし、可愛いってなった皆さんとても可愛かったです。癒しの時間をありがとうございましたそう、本当に可愛かったし、なんか東京のセミナーに今日は行かせていただいたので、なんか皆さんすごいなんかおしゃれで、なんかすごいね、おしゃれだった。 なんかツイッターにね出てたよね、 STA の昨日で二次審査が終わりましたみたいな、あとショールーム審査もあるみたいな書いてあったよね。うん、あと明日オーディションについて発表がありますみたいな書いてあった。ショールーム審査ないと思ってたからさ、びっくり。参加される方が後悔しないような、うん、オーディション期間にしてほしいですね。手は大きいですか？手は大きいやん。ぽよんぽよん。うん。きせいにつられないぞ。そうだよ。そうだよというか、なんかすごい STU。わあ、可愛い子がいっぱいいるし、なんかでも STU
はあまり箱押し船押し船押しだって方が少ない気がするので、でもなんか蝶にもちゃんと会いに来てほしいし、来てほしいし、ずっとずっと一番好きでいてほしいけど、なんかグループ自体をもっと好きになってもらいたいなって思います。でもね、いろいろありますよね、葛藤。葛藤そう、もっと素敵なグループに、もっともっとこれからなりたいと思います。やっぱあるんだ。いや何もないんですけど、そう、ナチョは STU は本当に可愛い子がいっぱいいるし、素敵なグループなので、もっとなんか知らん人にもいっぱい知ってもらいたいですよ。うん、おすすめは、おすすめは石田千穂ちゃんですかね、うん、それはフリやろ、うん、石田千穂ちゃんのはですね、なんと最近ツイッターを始めたそうなので、皆さんよろしくお願いしますって言ってますあとブブカさんも今日発売されたので、よろしくお願いしますと言っています。ヨロですヨロ祝お願いします。買ったで、お、本人よりも先に見ている。皆さん今あのブブカさんを今日買ってくださった方は私にマウントが取れますチョはまだ見れてないので、うん、皆さん今のうちです。ブブカ明日届くのよ。うん、じゃあ多分まだマウント取れますね。私は多分見れるのが結構先になっちゃう気がします。つらみざわ、チェキを応募する。うん、皆さんチェキも応募してください。そう、なんかチェキたまに握手会とかで、そう、この雑誌のチェキ当たったよってすごい、あのチケットホルダーに入れて見に来た、見に来させ、見に見させてくれるあ、持ってきてくださる方がいらっしゃって、
いらっしゃったりして、あっって思います。そう。ちょっと今日はすごく日本語が下手ということで、じゃあお礼をしていきたいと思います。20位ヨテトラポットさん、19位深夜さん、18位文吾さん、17位あやたかさん、16位スピタンさん、16位パフィンさん、14位ザッキーさん、13位マッチーさん、12位ハイズさん、11位ゆずりえさん、10位マークンさん、9位シロノさん、8位ヨッシーさん、7位おかちゃんさん。お寿司ラッキーセブン。6位北江さん、5位電化会さん、4位お疲れ様さん、そして3位はヤスイエさん。スリーンスリーンツーケンチョチョチュさん、ツーチョチョチュ。そしてそして第1位は莉子だ、出ておいで。ちょっと待って久々にやるとリコーダー吹いたらさ、すごい音色。え？あ、戻った戻った戻った。やっぱ久しぶりだったからちょっとなんか風邪気味だったのかも。ゆさなこさん、イエーイイエ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 イ。こちらのお城もありがとうございます。嬉しいしだ、とても嬉しいしだ、とても嬉しいしだ、ありがとう、イエイ、ありがとうございます。なんか口についた気がする。ペッペッ。皆さん今日もありがとうございました。本当に。それでは皆さん、あ、この後ツイッターにとてもとても愉快な楽しそうな動画を載せますので、絶対見てください。とても愉快な、ずっと載せたかった動画を載せます。超愉快、最高かよ。ということで、じゃあ終わります。バイバーイ。おやすみと、この後ダッシュでおやすみと打つわ、メール。バイバーイ。チュ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 パ、バイバーイ。